い、では準備ができたようなので順番にお呼びしてまいりたいと思います。まず最初に登場してくれるのはザマシのザモリンです。ザモリン、よろしく。すごい、こんにちは。こんにちは。ザモリン、どうしたの。ムーンウォークで登場です。ザモリンです。ムーンウォークで登場してくれましたザモリンです。こんにちは。皆さん改めてこんにちは。こんにちは。はい、ザマシからやってきましたザマリンです。かわいいですか。かわいい、ありがとうございます。ザマリンも喜んでるかな。あー、喜んでますね。ありがとうございます。ではここで改めてザマリンの、プロフィールの方を紹介させていただきたいと思います。まずザマリン、ある花をモチーフにして作られています。ある花とは何でしょうか。ひまわり。あー、ありがとうございます。皆さん正解です。ひまわりをモチーフにして作られてるんですね。頭の、金髪、これは、ひまわりの花びらをモチーフにしています。タンポポじゃないんで皆さん気をつけてくださいね。で、お腹、ほっくりしたお腹、これは何かモチーフか分かりますか。ひまわりの種。種、ありがとうございます。こちらのお腹ですね、希望がたっぷり詰まってる、ひまわりの種がモチーフになっています。後で皆さんぜひタッチしてください。きっといいことがあると思います。はい、ではここで皆さん、ザマってご存知ですか。知ってます。あ、知ってます。ザマの何知ってます。ちなみに手伝い多分皆さんご存知なのは、自動車工場とかキャンプザマだと思うんですね。はい、で今日はお二つほど紹介させていただきたいと思います。まずお祭りですね、二つありまして、一つ目がひまわり祭り、ザマリンのひまわり祭りから説明したいと思います。はい、ザマはですね、夏になりますと55万本のひまわりが、市内に咲きます。それに合わせてですね、4月の下旬と8月の中旬にひまわり祭りというのを開催しています。30度近い、炎天下の中ですね、ザマリンも汗一つかかず走り回っていますので、ぜひ遊びに来てください。はい、でもう一つ大きなお祭りがございまして、それが、皆さんから見て大凧祭りというのが5月の4日と5日にございます。これはですね、大凧というとどのくらいの大きさか皆さん分かりますか。分からないですよね。13メートル四方ということで、ビルの4階建てぐらいの大凧を、100人ぐらいの引き手で上げるというものになります。毎年ですね、上がったり上がらなかったりなんですが、今年は上がります。皆さんぜひ見に来てください。ちなみになんですけども、今日この中、この会場に来ているくるりんも、大凧祭りに遊びに来てくれる予定ですので、皆さんぜひ、いらっしゃってください。はい、ではここでザマのことを終わりにして、ザマリンの特技を披露したいと思います。今日ザマリンが披露するのはダンスです。このダンスの、曲なんですけども、なんとハロプロの方に歌って、いただいております。はい、ザマリンリンという曲を、皆さんにお披露目したいと思います。ではミュージックスタート。Thank you.
場ザマリンリンでした。こちらのダンスなんですけども、ハロプロの研究生の方と一緒に歌った DVD が、アップフロントさんから発売しております。Amazon や、まあ市内の DVD とか売ってるお店でお買い上げいただけると思いますので、ぜひお探しいただいてはいかがでしょうか。はい、では最後にですね、今日ザマリン初めて見たという方いらっしゃるかもしれないんで、ザマリンの覚え方を皆さんに一つ説明したいと思います。いきます。頭痛にザマリン。はい、 OK でしょうか。皆さん覚えてくださいね。ありがとうございました。はい、からザマリンでした。ありがとうございました。最後がまさかそういうオチだとは思いませんでした。ザマリンありがとうね。ありがとう。また厚木遊びに来てね。ありがとう。そして最後もムーンウォークで帰っていくという。